マルクバルトゼバスティアン・フォン・シュタウフェンベルクマルクバルト、ゼバスティアン・シェンク・フォン・シュタウフェンベルクは、ドイツのバンベルク諸公司教王。シュバーベン地方の貴族出身で、バンベルク、ビュールツブルグ、アウクスブルクの司教座制度参事会員に名を連ねていた。1683年、教皇院のケンテウス11世及び神聖ローマ、皇帝レオポルト1世の推挙により、 バンベルク市教に就任する。バンベルク大聖堂のカントルをも務め、イエズス会の布教活動を援助した。また市教区での多額の寄付集めに成功し、多額の教会建築補助金を得た。彼は、フランケンスイスのグライフェンシュタイン城を個人資産として購入した。また、市教の夏の館として、税法府城を建設した。 市境領内のギーヒブルク城の改築と拡張を計画していたが実現はしなかった。ウィキメディアコモンズにはマルクバルト・ゼバスティアン・シェンク・フォン・シュタウフェンベルクに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。